実践体操中島さん。さあということでですね、久々のコーナーですね、これね。めっちゃ久しぶりです。めっちゃ久しぶりですよ。今回もね、このコーナーはですね、ボートレースに関する疑問や常識を実際に検証して、ボートレースの予想に役立つ新たなロジックを研究していこうというコーナーでございます。はい、今回のテーマは、はい、うん、女子戦の買い方を検証します。そうそうそう、この番組でもですね、何回か女子選手だけで行われるレース紹介してますけども、はい、女子戦買いやすいって結構ファンの方言うんですよ、はい、ね、というのもやっぱりこのオール女子戦、うん、オールレディースになるとですね、やっぱり選手のこの、うん、なんていうんですか、点数の差が結構あるので、はい、そこでじゃあ A1、A2 のいい選手からいいモーター引いてる選手、これ一着で買えば、はい、当たるんじゃないの。新たなロジックとか、はい、新たな研究でも何でもございません。そうだろうっていうことです。当たり前の話をするわけですね。そうでございます。そしてね、これドワッと見た瞬間ね、うん、これもうちょっと当たり暗になってますけども、はい、1から4レースメンバー的にもね、うん、今日準優勝戦の日なんですよ、はい、難しいんですよ。だから今日は5からいきます、はい、やっぱり選手で言うたら平山千佳選手でしょ、はい、さらにこのモーター見てください、このメンバーで、うん、モーターもこの中では一番いい。おー、ということで、じゃあ平山千佳選手から買おうじゃないかと、はい、決まりで、これを検証したいと思います、はい、というわけで今回は買いやすく人気がある女子戦の買い方を検証。選手勝率が高く、なおかついいモーターの選手を軸に3連単を購入します。果たしてどうなるのか。まずは第5レースから4号艇の平山選手に注目です。これいったんじゃん、いったんじゃん。3がいってのノンヤノンヤ、4からいってんのに3や、まくり届かずか。結果は3号艇西村選手のまくりが決まり、3、4、1で決着。ええー、とこはついてるで。まあそうですね。でこの法則はいつか当たるかもしれん、うん、1個ずれただけやから。ただ、はい、やっぱモーターで一番いい人いってるから4になっただけで、はい、これ本戦やったら3もいけるからね、はい、じゃあこれありですね。ありありあり、ありで4から136、136で、はい、2号艇の平高奈々選手が、はい、やっぱりね知ってるでしょ、はい、名前は平高選手が2号艇からのモーター、いいモーターですから、はい、もう刺してもまくってもということで、2位からの145、145の6点、もう当たってると思ってるから。あ、強気ですね。もうなんやったら券売機行って並んでていいよだけどさ、もうまくりくりもありやと思うな。ほらもうピット離れでインコース取れる。はい、来た。あー、引いた。あ、今の取れたで。取ったわ、取らんわ。取れました。あかんが入った。これでもあのピット離れの足がいいっていうことは、もう調整も合ってるってことですからね。あそこの足っていうのは一番やっぱ出ていく人は合ってますから、もうスタートした瞬間走ってってもええよ、混むから。おし、行ってこい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 、当たった、当たった、行ってこい、行ってこい、行ってこい、早う。ほら21や。はい、215やろ、215平高。あ、いいよ。あれほんまにどっか行ったぞ。あいつほんまに行ったらあかんやん。当たりってやりたかったのに。何がすごいって、この2はそれで決めたけども、ちゃんとこの145145ってこの3つを2、3着にやるのは僕のセンスやからね。ほら215 10.8 倍600円使ってるからプラス。はい、ありがとうございます。いや、ほんまに変えてきた。いや、ほんまに当たりました。いや、だから当たった言うてるやん。確実って言ってたから信じたんですよ。すぐ並びに行った。すぐ並びに行って1番に帰れた。誰も並んでなかったです。やったね1080円ゲット。ゲット完璧やろ。ここまで2レースを終え120円マイナスになったものの、順調な滑り出し、配当次第ではまだまだプラスが可能な展開が見込めるぞ。トルトーナメント、早いやつが生き残る強者たちの熱い3日間。初日トーナメントで24選手がセンファイナルへ、2日目勝ち上がった5選手がファイナル進出、最後の1枠雪辱の復活バトルも見逃せない。3日目12レース最後に勝利を手にするのは誰だ。ファン感謝3デイズボートレースバトルトーナメント2017年1月13日開幕。さあというわけで今回もです
戦スポーツ日本の柳川記者にお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあさあさあ、柳川記者、今回はですね、はい、3日間開催の、はい、バトルトーナメントという名前がついてるレースでございます。こちら見ていただきましょう。はい、ズドン、バトルトーナメント13、14、15の3日間。タイトルの通りね、はい、あのトーナメントですね。もうトーナメントで行われると、出場選手48人が、はいはいはい、新勝率の順にこう、はい、こういう風な感じでね、振り分けられてるんですね、はい、こういう感じで先に組まれてるんですよね、はい、でも選手は決まっております。そうなんです。そこの中から全県日に来たら抽選なんです。まず枠番を抽選して、番組じゃなくて選手が抽選で枠番を決める、はい、だから例えばで言うとですね、はい、まあ、大阪では松井選手、はい、宇津島選手、須藤選手、西野選手、森野選手、西川選手っていうグループがあります。そのメンバーが全員枠番抽選します。そうです。だから松井選手が一号艇ってわけではない。ではないです。そこが面白いところ、ね、だからここを抽選して、はい、もしかしたらこの若手の森西野選手なんかが、はい、1号艇になって松井選手6号艇やったらどうするんだいと、ね、オッズも割れると思うんですよね、はい、なんでそれが重要かと言いますと、こっから勝ち上がれるのは3回までに入った選手がセミファイナルに行けると、ね、はい、24名、24名、はい、そして負けた選手はどうするんですかって言ったら敗者復活があると、はい、その中でまた戦って得点上位、一番得点率の高い選手が6号艇で、うん、ファイナルは優勝戦に乗れると聞いてて分かった、アリーさん。分かります。すごいやろ、抽選っていうのが面白いです。まず抽選が大事ですよね。そうですね。どっちにしても、はい、いやもう主なメンバーすごいですよ。まず先ほど言いました松井茂選手も出ております。そして峰竜太選手、はい、昨年は悔しい思いしました。峰選手は一応、うん、新勝率トップですね。トップですからね。そしてウリュウ選手も来ます、はい、そして菊池選手、井口選手、はい、篠崎元茂原優、はい、もう SG と一緒ですよ。この前宮選手が入って今垣幸太郎選手も平本選手もいますし、これほんまに SG よりもいいかなと。いやすごいですよね。この、まあ、SG メンバーとか記念メンバーは長くこう知れてるじゃないですか、はい、ここちょっと穴なるよっていうような人ちょっと教えてください。あのね、前回スミネでね、いいレースしたんだけど、ババア選手です。ババア強し。ババア選手のいいレースしてましたんでね。おお、ちょっとこういう一発もには持ってこいかもしれない。うん、そうですね。さあ、ファン参加、3 days バトル、ボートレースバトルトーナメントは昼開催でございますから、そこも間違えないようにお願いしたいと思います。というわけで、1月13日から15日まで、ファン感謝3 days ボートレースバトルトーナメントが開催されます。さあもう皆様ぜひボートレース住みの上でね、足を運んで本場で見ていただきたいなと思っております。もちろんボートの時間、予想の時間も私ブログで行いますのでチェックしてみていただきたいと思います。さあ柳川さん、こちら、はい、優勝は今井宮でいいですか。何言うの。来ないない来ないない、優勝は優勝は誰ですか。わかりません。わかりません。ぜひね、本日もチェックしていただきたいと思います。はい、ということで、柳川記者、ありがとうございました。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 今回はこれでいきます。はい、1から4、5、6、4、5、6。2と3も気になるんですけど、うん、ちょっと1音でめっちゃ売れてるんで、うん、ちょっとつくとこ狙っちゃいました。うわー、4がもうピット離れからいきましたよ。ピット離れから。ああ、これ侵入から動きましたよ。これもう4がピット離れてビューイン行って、もう2コースまで取れそうやったけどね。運の選手はわざと3コースにしましたね。これも145146はあるんちゃうかな。はい、2が残ったら嫌。はい、145、はい、145、はい、15、9倍。いや、300円プラスやな。しかし2周目に入り、5号艇と2号艇の3着争いに。本部さん、うわ最悪や。ジオニーは一番人気やから切ったんよ、はい、俺は、はい、その後再逆転することなく1、4、2で決着。いや残念。1分後でスタッフがさ、きっときっと言うてたらさ、9倍9倍とか言うから、ね、水谷の呪いやわ。やばい、最悪すぎません。マジ俺1、4、5で勝負してんのにさ、俺逃げると思うんだ。ほう、逃げると思うけど、さっきの検証のあれでいくと、長嶋真希選手が一番いいモーターなんですよ。
で A1 でしょ、はい、だから5から行くしかない。5156流しってまおうか。もうこれは3着ちょっとむずいから、はい、まあだから全部惜しいっちゅうことはそれを裏返して2着でも買っとけば当たるっちゅうことですよ。そこまでは検証できてますからね、女子戦の勝ち方として。はい、揃いましたね。そこ赤、そこはい、来た1号。おっと、あ、1号ちゃうやん、51やん。まだ分からんよ、でも分からんよ、これ。2周目に入り、モーターのいい5号艇長嶋選手がじりじりと差を詰めていきます。刺さった刺さった、51516、刺さった刺さった。ほら、やっぱモーターが出てきた、ここで。面白い方の長嶋さん、ありがとう。面白い方の長嶋さん。うどん食べれます。20杯ぐらいいけます。うどん20杯は無理。どんだけ安い思ってんねん、お前。炭の上のうどん、どんだけ安い思ってんねん。というわけで今回4レース分検証した結果、見事2レース的中し2060円プラスになった。短時間でこの結果ということは、つまり女子戦は予想しやすいと言っても良いのではないでしょうか。お前三連服156持ってるやんけ、お前。しれっと500円。長嶋さんは516、1000円持ってます。35,800円。いやということで、はい、女子戦というのはですね、はい、こうやってね、しっかりと選手と、うん、そしてモーターをしっかりこう噛み合わせれば、うん、面白いレースになるんじゃないかと、うん、でだから今のレースだと15で売れてるわけですよ、1512で、はいはい。ただそれが逆になるだけでこんだけバッと跳ね上がるというのも女子戦ならではじゃないかなと。さあということで検証、こちらのコーナーはですね、皆さんのお便りが命となっておりますので、ぜひこちらの宛先まで、こちらの宛先までね。私のテリトリー、テリトリーあんの、テリトリーあんの、はい、じゃあどちらの宛先まで、こちらの宛先まで、こちらの宛先まで、ね、送ってください、はい、こちらまで送ってくださいということになっております。、はい、さあということで今日はね、気分よく嬉しいですよ。終わりますね。はい、ありがとうございました。